今どっから来たんですか、はい、え形成で来たの、そういうこと言っちゃいけないんだから電話した口に出ちゃう、あ、中央開発から口って忍ばずの口って言っていたので違う口に来てしまったのです、はい、本日は上野ですね、そうですよ、上野といえばアメ横でしょう、いや、もう一つの方ではないかと、アメ横であれなんですか、あのお正月のあれ買うんでしょ、アメ横にもまあ行くかもしれない、おせちとかですか、あ、あのカツのことが買うんじゃないの、すごい量、そう今から買いに行くんですか、あんまり私カツのこと好きではないあれ、だってね、アメ横この時期になるとめっちゃこのすごいのされるのに知るけど、もう全然見えないアメ横行ってあれしましょう、おせちの材料を買って、あ、そうですね、北尾浩二さんが未だにアメ横で働いてるかどうかって、あ、そうですね、それも全部それはマスターズ用語、アメリカのジーン、アメリカ、アメ横のジーンズ屋で果たして北尾浩二が働けるのかどうか、北尾角度からジーンズ、やっぱり、やっぱ動物園も行かなきゃいけないんじゃないですか、そこは動物園でね、はい、これ調べたところによると、はい、またシャンシャン見れないです、何時間で平日でも何時間で見れるやつ、いや向かうだけ向かってみますか、まあ、あの他にゴリラとかライオンとかトラとかいますので、あでも来てるんだよね、私あの今日はあの普通のスピードのカメラ持ってきたんで、はい、それをバックに河野さんを撮りたいなって写真を、でも一回僕来てるんですよね、誰かさんが年間パス持ってたんで、誰が持ってたんですか、西島君、え、石田さん年間パス持ってたんですか、本当にみたいですね、こちらはこちらから行くんでしたか、はい、引かれてみちゃう、引かれても面白いですね、引かれるって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 引かれる、あ、結構ついちゃう、あのスティックついちゃう、はい、あのケンさんに 800g の地獄っていう手も 800g の死のあれ、千段もありますもんね、ありますね、それか今日、まあ、実際あれだよね、この間食べてるとかほとんど映してないから、はい、もう一回って、もうかってる、はい、立ってるところ、それかこの新人くんに 1kg を食べさせて殺すっていう、さすがい、さすがいですか、はい、するらしいですよ、1キロ壊して、でも食べるかもしれない、そうですね、食が太いのか分かんないですか、はい、今まで1キロ の, その食物を食べた経験は終わりですか、ない、あ、じゃあ 見たいようでございます、そうですね、1キロないけど水1リットルは飲めるんですか、水1リットルは飲めるんですか、だから必要的には1キロの飲み込みを1リットルですね、まさに1キロから1キロの鉄と1キロの綿が同じ重さだっていうのと同じですね、そうです、そうです、ただ見た目が全然違う、見た目が違うだけで、ムンクもやってます、ムンクもやってますね、ムンク店の方がムンク店の方が撮影できない、そうですね、回した瞬間ムンク店の前でムンクの真似するぐらいが関の山ですね、いやムンク店の方が俺はだってムンクパンとかあったよねムックパン、これはもう商品、え、あ、あの顔でこういう風になってる、こういう絵が描いてパン売ってたよ、ね、辛く辛くムック、できた、まあ、それは叫びなんだけどねっていう話もあるんですけど、ムックがあの商品名じゃない、叫び名じゃないですから、ね、これムックさんじゃない、叫んでる絵ですからね、あれムック店やってますもんね、ちょっと分かんないですけど、いや小学校時代来ましたよ、この上野美術館の社会科見学みたいな、美術館行きます、ね、美術館、美術館中はさすがにできないでしょうからね、でも観光客の今この時代どうなんですかね、どこまで OK してるんですかね、結構スマホ回すと、結構ヒットされる、カチクラ回すと、はい、動物園はもうすぐですね、はい、はい、こっち側に行くと野口英世さんがいるようになります、あの福島県を代表する野口英世さんというのは、ちょっとご挨拶に行きましょう、あの看板なんだけど銀杏につく、そうですね、結構な匂いが銀杏につく、僕もう鼻詰まってから全然わかんないです、あ、本当ですか、はい、
さんはどこに、まあ、今秀夫さんは野茂秀夫さんになっちゃいますけどね。プロレスファン的には伊丹秀夫さん、伊丹秀夫さん、ね、そうですね。あ、なるほど。結構多いですね、秀夫さんね、はい、いらっしゃった。まあ、かつて野口秀夫さん、野口秀夫本名じゃありません。あれ、リングネームでございます。なるほど。本名は野口製作でございます。製作さん、はい、清い作ると書いて製作ですね。それがですね、今度はもうそれリングネームしたんです。それがですね、同じく何て言いますか、その病気を、はい、研究してる人で、研究さんで野々口製作さんという人がいたんですって。でその人と被るから、はい、まあ、要は鈴木健が2人いるから僕は DXT つけてるってことなんですね、はい、差別化を図るために、秀夫に変えたという話が伝わっております。松本先ですか、なんでしょう。秀夫さんいないですね、俺間違ったから。いや、こっちが合ってます。あれじゃないですか、あいつ秀夫さんの前でみんな整列してる。ああ、え、子供たちが遠足振動されてるんですか、子供たち。あ、いたいたいた、秀夫さんでしょ。そうですか、あれね、あれ秀爺です。それが秀爺ですよ。秀爺の元で、あれ遠足してるんですか。何してるの、子供たちが。でも同じカメラも大きか。子供にお弁当をねだるっていうロケでもいいですよ、今日。チェンシごっちゃんし。結構いい絵なんで、河野さん写真撮りましょう、これは。クジラバッグ。よし。正しくは河野さんの専属カメラマンとして。そう、普通に写真撮るんですよ。ワンランも。え？ポジションですか？宇宙対抗、宇宙対抗組織とか。そうだったんだ。知らなんだ。はい、じゃあそちらをバックに。クジラのデカさが分かるような。博物館もあります。か、博物館もあ、やっぱ白長瀬ですね。やっぱりここでお伝えできない現象かな。そうです、そうです、1000円です。さあ、1000円です。何1000円って。1000円のお札の。ああ、そういうこと、はい、そういうことか。1000円、1000円っていうか、何のことかと思った。そのわけ、その状態が1000円で座るべきって言ってる。ああ、いい感じですね、これ。これは、これ、黄熱病の研究時のグラスコ、中になんかこう、細菌が入ってる。それはちょっとなんかこう、スターバックスです。スターバックスぐらいはあるでしょうね、多分。観光地って、やばい。何枚もあるんじゃないですか、ね、佐賀県のチキン南蛮ですか。佐賀県の2チキン南蛮、最近干された新井が好きだと思います。そうですね、干されたんですか、新井さん、はい、何やらかしたんですか。いや、でもこのニコプロでね、はい、一時期有名になりましたけどね、はい、チキン南蛮。猛威を振るったチキン南蛮。だってもともとこの番組ってそこからスタートしたようなのがチキン南蛮。わざわざチキン南蛮食いになんか寄ったみたいな。あ、長崎、あ、九州ってことか。そうですね、このパズルの方がいいですね。食べないよね、あんな、あんなパズルの方が。レスロワンさんのパズルどこ製です。今の言い方はなんかレスロワンの安心できないって言い方でしたよね、おじさんね。
味できないじゃん。寒天は僕はこう。カツラが、あれカツラを出ます。寒天って書いてありますよ、このさん。寒天って書いてますね。え、あの羊羹とか、ね。はい、これを多分水でこうやると。ああなるんだ。もじゃもじゃですよ。モハベドヨネさんの頭みたいに。ヤマトさんの海苔うまいって評判ですね。あれね、はい。羊羹。あ、それ普通に食べてもうまいやつですよね。これはこのまま食べてもおいしい。だしにもなるという。さあ、というわけで目の前に広がってきたのが上野動物園でございます。いよいよ上野ツーに。いや、ここまで行かなくてはないんじゃないですか、さすがに。よくわかんないことした方がいいかな。よくわかんないこともしますよ。動物園で、まあね、何も起きないですよね。まあ、平和は平和ですね。でも視聴者的には美術館の美術品とかの方が良かったですよ、ね。まあ、先ほどの科学館が良かったです。そうですね。なんかその何？終了で終了、はい、終了、終了、今んとこモノホンのパンダはニコプロには登場してないですよね。登場してないです。ですよね。登場する、これ撮影できれば史上初。ああ、ジャイアント、はい、アンドレスジャイアントパンダとか、その他モロモロのパンダとか、パンニャン、あ、そうです、はい、パンニャンとかです。上野動物にいるパンダがもし、撮影でもよくなったらあれだよね、あのジャイアントパンダとさ、パンニャン組んだら面白い、ね、そうですね、パンダパンダですね。呼んでくださいよ、パンニャン。ね、30分って書いてます。30分待ちだそうです。でもあれですよね、今親と子離されたんだよね。そうです、そうです。ちゃんと入り口に書いてあるんですね。待ち時間30分、30分以上って書いてありますね。これこれこれそれは3時間だろうが4時間だろうが30分以上ですからね。 あ、はい、あった、ムンク、ほらあった文句店、行きます？キビライフ、なんか、なんかできたらモノホン、信じとってました。モノホンが強烈できてる。どんな感じなんですか？え、どんな感じ？そう、教えてよ。みんな知りたがってんだから。いやいや、届かないもん。みんな知りたがってんだ。光が、光が。影は？影は？あれじゃないですか。これだとこっちから見たら空が見えるから。ああ。めっちゃ明るいから。本当だ。多分これ太陽、雲じゃなくて太陽が出てたら光ってことなんです。反対側から出るとこれ長いそうめんになりますね。
カメラ、カメラちょっと持ち込んで。なんか要するに天井が空が見えるからみたいな、じゃない希望が見えるみたいな。多分それで光ってことだね。そうですね。これ中もうちょい掃除した方がいいっすよ、ちょっとホコリがすごい。多分あれこれ磨いたらすっごい綺麗、ね、綺麗ですよね。こういうのってこう今いい感じになってます。そうですね。ここにこうやって映り込むってことですか本当は。はい、あそうだと思います。ここにこうやって、はい、この光のモーサル抜けて中の本当はここに出るんですかね。そうだと思います。それが今見てる太陽がなんかもっと上に行ってこう差し込むとここに光が見えるという寸法になってるんじゃないですか。寸法に、はい、はい、ムンクです。とりあえずあれをこう行ってみましょうよ。はい、下をこうじゃいるかどうか。これ本当に今日動物園なしでいいですか？全く言えなかったもんだって。はい、上野動物園ツアー終了です。終了、あれだけ撮っていいの？はい、あれだけ。ちゃんと来たという証拠はちゃんと。はい、動物園来ました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。